月9日、日本のモータースポーツ界に衝撃が走った。レース界の帝王本山聡が日産の GT500 引退を表明したのだ。このビッグニュースは新聞や雑誌でも大々的に報じられ、関係者はもちろん多くのファンにショックを与えた。本山聡は23年間スーパー GT で戦い、3度チャンピオンを獲得。その強さからいつしか帝王と呼ばれるようになった。やったー。さらにフォーミュラ日本ではチャンピオン4回の最多記録を持っている。まさに日本の頂点を走り続けてきた本山はレース界の帝王だ。デビュー当時から本山を見てきた元祖日本一速い男、星野一義は、走りの印象は僕よりある意味綺麗で、無駄のない技術を持ってたよね。ライバルとして戦い、引退後は日産系チームの監督となった近藤正彦は、チームをこう引っ張っていく力が彼にあったんだと思うね。よくね、去年まで現役でバリバリなんか日産のドライバー引っ張ってくれてたんで、もう感謝しかないですね。かつてコンビを組んだ松田継雄は、走りだったり、ね、その車の作り方だったり、レースに対する、ね、その姿勢だったり、まあ、そういった意味では本当にいい勉強をさせてもらったと思います。なぜ本山は第一線から退くことを決めたのか、その真相を探るべく中尾明慶が独占インタビューを敢行。栄光の陰に隠された苦悩が今明かされる。これ何がどん底かというと、一回レースやめたんですよ。自分の甘さを、まあ、正直すごく実感したし、恥ずかしかったし。本山聡、48歳、エース人生を語る。本山さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。いやー、このね、初めて本山さんがこの GT500 クラスですか、はい、まあ、引退ということを聞いたとき驚いたんですけども、はい、まあ、それから少し時間が経って、振り返ってみるとどうなんですか、はい、その、まずしんどかったなって思うのか、楽しかったなっていうのだとどっちの方が、まあね、トータルで見ればもちろんね、その幸せで楽しかった部分っていうのはあると思うんですけど、うん、実際やってる時としては、ね、その周りから常に期待されていて、はいはい、でそこをなんとか常に出さないとっていう意味では本当大変でしたね、はい。まあ、そんなね、今回レースとともに生きている本山さんの人生をですね、事前にこのグラフに表していただきましたので、はい、こちらから振り返っていきたいと思うんですけれども、はい、これまでのレース人生を振り返り、その時々のイケてる度を最高100、最低マイナス100でグラフ化。題してレース人生の折れ線グラフ。完成したのはこちら。これをもとに本山のレース人生に迫っていく。気になるのがもうここのね20歳過ぎたあたりに一度このどん底に落ちるんですけど、まあ一つずつ振り返っていきたいなと思いますけれども、はいはい、やっぱり本山さんといえば、まあ、そのご実家というか、はい、お父様がカート場を経営されていて、そうですね、まあ、その昔はポケットバイクの小さいサーキットで、はいはい、まあ、そこでは走ってたりだとか、まあ、最初は兄貴がいて、はい、兄貴が始めたついでに始めたんですよね。それは、ポケットバイク、ポケットバイクを、ポケットバイクの方を、はい、お兄様の影響で、はい、1971年東京で生まれた本山、9歳の時兄が始めた影響でポケットバイクに乗り始める。意外にもレース人生のスタートは四輪ではなく二輪だった。カートに乗り始めたのは12歳になってからのことだった。仲間の一人がカートを始めて、はい、なんかその流れで乗ってみることになって、で、あとはさ、まあ、親父がいて、なんか自然にカートに乗らされてしまった。それはポケットバイクの方はもうやめてというか、まあちょっと並行した部分はあるんですけど、でも別にそのカートも好きじゃなかったしそうなんですか。いや全然興味なかったの。
バイクが好きだった、はいはい、子供の頃は自転車が好きで、はい、オートバイが好きでって乗ってる感覚とかもね、はい、カートには興味がなかった本山だが父に教えられるうちに才能が開花していった。親父が全部そのオーバーホールとかエンジンやってて、はい、そこで自分もねその見て、まあ、エンジンのこともそうだし車のこともとか全部自分でやってたので、はい、機械的に中身を学べたっていうのも、まあ、結果としてはすごくプラスだったな。その時の経験がやっぱりかなり大きいな、うん、なさる。するとイケてる度は急上昇。15歳ですかね、はい、ここがちょうど15歳になるのかな。カート始めて3年目ですけれども、ね、全日本選手権で出て、はい、まあ、1年目圧倒的チャンピオンになれてっていうねなんとカートを始めてわずか4年で日本の頂点をつかんだ。すると一気に注目を集める存在となった。カート時代からのライバル道上亮は当時の本山をこう振り返る。本山さんっていうとどっちかっていうと見た目は速くない、でもタイム取るとすごいタイムが出てる。タイヤの使い方だったりっていうところをものすごくこう意識しながら走らせてるようなドライビングスタイルを持ってたんだなと思ったんで、僕もそういう、こう走らせ方をしたいなというふうに当時は思ってましたけど、父に教わったマシンの知識が高校生離れした本山の速さを支えていた。その速さは世界選手権でも2位に入るほど。その頃に本格的にチャンピオン取ったりしてから、まあ、なんていうんですか、レーサーの夢っていうものが、まあね、そのレースっていうかその、まあ、その時に自分の中で日本で一番にはなれるなっていうね、その、まあ、感覚的なものは持ってて。しかし19歳でイケてる度は急降下。一体何があったのか。19歳で、まあ、S3 の誘いをもらって、はい、まあ、出ることになって、頑張ってもやっぱ5位6位ぐらいしか入れない時期が、まあ、3、4年あって、はい、全日本 F3 はトップドライバーの登竜門。しかし本山はここで勝つことができず苦しんでいた。次第にレースへのモチベーションまで失い、イケてる度はなんとどん底まで落ちてしまう。ここで本山から驚きの発言が。94年、まあ、これどん底なんですけど、どん底、これ何がどん底かというと、一回レースやめたんですよ。あ、ここでですか。まあ、もうやめよう、うん、まあもうやめようとあ、で結構長い期間やめたんですか。半年ぐらいやめたんですね。もう乗らず、うん、もう一切乗らずに。あ、そうですか。しかし本山の才能を見逃さず手を差し伸べるチームがあった。このオファーが本山を救った。ね、お前乗らないかって言ってくれたこともすごく嬉しかったので、でもぜひお願いしますっていう、半年ぶりに乗った木曜日の午前中のセッションでトップだったんですよ、はい、タイム、タイム、うん、トップで、やっぱりね、その自分の中でもやっぱその、まあ、まあ自信もあったし、はい、それが確信に変わった部分もあるし、はい、そっからでも登り続ける形ですけれども、はい、ここで26歳ですか、はい、ちょっとめくりますね。 GT500 初参戦、はい、25歳で国内トップカテゴリーフォーミュラ日本にステップアップすると、翌年26歳で全日本 GT 選手権 GT500 クラスに初参戦。この時本山はレース人生を大きく変える男と出会う。当時日本一速い男と呼ばれサーキットを席巻していた星野一義だ。サンキュー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 。この時星野は49歳、星の差は23歳。勝つ子に対してのやっぱ欲とかってすごく強い方の他に比べれば明らかに、はい、なんだけれども、その星野さんを見た時にはその気持ちはもっと強いわけですよ、うん、で年齢的には僕の倍ぐらい、うん、ね、ある人がね、今の俺がこれからまだ頑張っていかなきゃいけない自分よりももっとその欲が強いとかっていう部分で自分の甘さを
まあ、正直すごく実感したし恥ずかしかったし、ね、やっぱもっと一生懸命やんなきゃダメだなっていう、ね、なるほど、はい、星野は当時をこう振り返る。あ、こいつはもう最終的に日本を背負うドライバーになるなってすごく感じた。星野は本山をレース界を牽引する男と見込み、レーシングドライバーの在り方を叩き込む。さらに本山は星野の仕事から速いマシンを作り出すノウハウを学んでいった。さあ27歳ですけれども、はい、フォーミュラ日本初チャンピオン、はい、で自分が子供の頃からこうやって培ってきて、はい、で自分の中ではやっぱりその自信もあったし、はい、でそれを初めてやっぱりその形としてちゃんとできたっていうね。持ち前の才能に星野から学んだ知識と技術が加わり、日本の頂点をつかむまで成長を遂げた。その後フォーミュラでも星野が率いるチームに移籍。30歳で再びチャンピオンを獲得。星野の異名、日本一速い男を受け継ぐ存在となっていた。そこからまあ上り続けて32歳の頃ですけども、はい、まず F1 テストドライブと、はい、GT フォーミュラダブルチャンピオン、これはすごいですね。まあね、ここからはね、大概のレースはね、まあ、基本ね、その、まあ、GT にしてもフォーミュラにしてもやっぱり優勝基準で言ってて、はい、とにかくやっぱ勝ちたいっていう気持ちが強いのと、うん、勝たなかったらもうね、やっぱ自分は終わりだぐらいに思ったので、うん、この頃全日本 GT 選手権で日産は低迷していた。ライバルが台頭し2年間チャンピオンから遠ざかっていたのだ。そこで日産が救世主として目をつけたのが本山だった。エースチームであるニスモに抜擢され、マシンの開発を任された。重たかったよ、今が。しかしその期待は重圧となって本山にのしかかった。そして移籍の翌年、チャンピオンを獲得。重圧から解放された瞬間、本山は涙を流した。日産4年ぶりの栄冠、本山は名実ともにエースに君臨した。当時振り返って一番意識してたライバルみたいなのっているんですか？ライバルはね、いないっていうか、いな意識してなくて、はい、まあ、あの僕のね、幼なじみで、まあ、死んじゃったんですけど、オートバイの加藤大二郎っていう子がね、まあ、ずっとポケットバイクから面倒見てて、はい、まあ、それがね、その大二郎が全日本チャンピオンになって世界チャンピオンオートバイでなるんですけど、はい、まあ、CTF の大二郎をいつも意識して、ね、その大二郎の活躍に負けないで、ね、あの兄貴分なんで、彼は二輪だけど俺は四輪でお互い、うん、そういう風にやっていって、はい、ね、やっぱり F1 に行こうという意味でね、あの様々な活動はしたんですよね。加藤大二郎は本山の5歳年下、幼馴染で常に行動を共にする兄弟のような存在だった。そんな大二郎はロードレースの道に進む。21歳で日本チャンピオンとなり、25歳で世界を制した。しかしその2年後、レース中のアクシデントにより26歳の若さで帰らぬ人となる。これを境に本山は海外進出に向け積極的に動き出す。目指すは F1。 ジョーダン・フォードのテストに参加、さらに日産と資本提携にあるルノーのオーディションに参加する。しかしシート獲得はかなわなかった。 F1 の挫折でイケてる度はやや低下するが、すぐさま反転する。 GT においてマシンが GTR からエアレディ Z に変わった2004年、
フェアレディ Z のデビューインを飾り、そのままシリーズを連覇。33歳、まさに絶頂期を迎えていた。そして4年後、新たな挑戦が待っていた。日産は新たな GTR R35 のスーパー GT 投入を決めたのだ。なんとここでもデビューインを飾り、シーズン3勝を挙げ、再びニューマシンに栄冠をもたらした。本山聡37歳、その強さは伝説となった。やったー。しかしその後、その強さに陰りが見え始める。チャンピオン取りましたけど、ここから少し下がり、ここですけど、まあ、41歳ですかね、はい、ここがモーラに移籍、はい、41歳、11年間戦ったエースチームニスモを離れることとなった。当時本山はこう語っている。やっぱこの先自分のレーシングドライバーの人生をいろいろね考えた中でも、やっぱ何か変化っていうのはやっぱ必要な時期だと、ね、すごく思ったし。移籍を境に環境は大きく変化する。本山のパートナーとなったのは将来が期待される若手。そう、指導役を任されたのだ。レース人生で培った知識を後輩に伝えていく。すると若手たちは成長を遂げていく。この本山の貢献について同じ日産の近藤正彦監督は、チームをこう引っ張っていく力が彼にあったんだと思うね。よくね、去年まで現役でバリバリなんか日産のドライバー引っ張ってくれてたんで、もう感謝しかないですね、うん。後進の指導に貢献していたが、イケてる度は大きく下がっていった。そして引退を決断。一体本山に何があったのか。下がって、まあここで GT500 クラスからは、まあ、引退を決意されるということですけれども、はい、うん、でもね、元々やっぱ勝たなければもう絶対もうレースやないっていう意識の中で、ね、モーラに入ったぐらいからは、ね、別にそのモーラがどうこうじゃなくて自分の個人の問題として、ね、例えばその3位とか5位入ってもいいレースだったら、はい、まあ、嬉しかった、面白かったとかっていうふうに、まあ、思えるようになってきたっていうのは自分の中で変わってきた部分。9歳でポケバイに乗ってから39年、勝利のみにこだわってきた男がその重圧から解き放たれたのだ。その一方でチーム全体を見渡し、若手を支え、勝利へと導くことへの意欲が強くなっていった。そして GT500 を降りることを決めたのだ。今期本山はエグゼクティブアドバイザーとして日産の力になるという。レース人生はまだ終わっていない。イケてる度は右肩上がりだ。でもやっぱりモータースポーツにはどういう形であれ、富山さんはこの先もやっぱり関わりたいっていうことですよね。まあやっぱりそうですね、自分の好きなことだし、はい、で、まあ、自分もこうやってきて、ね、今、まあ、客観的にね、その全体的に対して思うのはやっぱり速いくて強い日本人ドライバー、まあ、GT にでも何でもそうです、やっぱりもっと出てきてほしいな。いつの日か日本一速い男を受け継ぐ第二の本山聡がサーキットを席巻することだろう。TT プラスニュース。鈴鹿サーキットでモータースポーツファン感謝デーが開催された。
そこでライバル日産本山、トヨタ脇坂、ホンダ道上のチャンピオンマシンが揃い、時を超えて夢の対決を見せた。脇坂11トップ浮上だ。さらに昨年ルマン24時間を制した中島和樹もチャンピオンマシンと共に登場。世界ラリー選手権で戦うトヨタヤリスでスピンターンを見せたのはチーム代表のトミー・マキネン。すごいのはこれだけじゃない。インディ500を日本人で初めて制した佐藤拓磨がその勇姿を披露。極めつけは永遠のライバル星野和義と中島悟の軽快なトーク、そしてスーパー GT マシンの豪華なデモラン。サーキットは大いに沸いた。開幕の舞台岡山国際サーキットでスーパー GT 公式テストが行われた。そこでホンダを去った小暮隆をキャッチ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。10日、富士スピードウェイでスバルのモータースポーツを担う STI の創立30周年記念イベントが開催された。サーキットには多くのスバルファンが駆けつけ大盛況となった。そこではなんとスーパー GT に参戦する新たな BRZ のテストが公開。おー、 BRZ。昨年スバルは全8戦中3度マシントラブルによるリタイアを喫し、苦しい戦いを強いられた。チームは一からマシンを見つめ直し、シーズン後半には1勝を挙げるが、まだ課題は多かった。このシーズンオフ、スバルはチャンピオン獲得に向け徹底的にマシンを鍛え上げた。開幕まであと1ヶ月。イベントでは井口拓人からマシンについて爆弾発言が飛び出した。今年は明るいんじゃないですか。今季のスバル BRZ、 その実力を山内秀樹が語った。去年に比べてやっぱ旋回性とかもすごく強くなってますし、ね、自分たちがこうやりたいってことを引き込んでもそれに応えてくれるっていう感覚がすごく今年強いので、やっぱ全体的に強くなってるんじゃないかなっていうふうには思います。どうでした？今年は明るいんじゃないでしょうか。先日開幕の舞台岡山で行われたテストでも2日目に3番手タイムを出し、好調ぶりを見せているスバル。どんな走りを見せるのか、開幕戦に期待したい。速報、開幕直前公式テスト。開幕直前岡山公式テストを速報。ニューマシンマクラーレン 720SGT3 やアストンマーチンバンテージ GT3 の実力に迫れ。さらにホンダを去った小暮隆がランボルギーニウラカンをドライブ。小暮の動向も徹底調査。まあね、スーパー GT 開幕までついに一月を切った。